こんにちは。第1弾の今回は2013年4月28日に撮影した垂水鉄道線の車両を撮った動画です。画質が悪いですが、最後までお楽しみください。ご視聴ありがとうございました。他動画のご視聴やチャンネル登録をよろしくお願いします。